絶対完走するぞ。イエーイ。力でという風に思います。頑張るぜ。それではですね、今日70キロ、もうこの快晴の中なんでね、コンディションは非常にいいと思います。それでは選手の皆さん、頑張って楽しんでいきましょう。今日は豊村から新白石まで6時間の大自然を大満喫して楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。頑張ってください。6時30分スタートいたしました。
ただきます。第3回となりました奥三河パワートレイル、本当にいい天気になりました。ちょっと暑すぎるぐらいかなという感じですが、素晴らしい天気でですね、こうして今年は1000人の、ね、参加者、素晴らしい、多くの皆さんに、ね、ご参加いただいて、こうして素晴らしい大会になりましたこと、本当に熱く熱く御礼を申し上げる次第であります。それでは総合優勝からの表彰となります。男子優勝は絶景ナンバー501番加藤聡選手です。前を進みください。はい、おめでとうございました。非常に長い70キロという非常に長い距離でしたが、まあ、終わってみればすごい楽しかったかなと思います。まあ、できればまた出れたらいいなと思います。それではまず1位、ゼッケンナンバー1045番太田美希子選手からお願いいたします。前を進みください。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは入賞された皆さん、改めておめでとうございます。